アメリカで F-35A 戦闘機ブロック4に搭載するエンジン問題で、ついに決着かとの情報をキャッチしました。今回は F-35A ブロック4での搭載エンジン性能を詳しく見ていきますね。話では F-135EEP よりも XA-100 のエンジン方が全てにおいて性能が上回る傾向だが、実績が優先されるのかも気になりますね。この2023年3月時点において、アメリカの同盟国やそれに準じる国々にとって唯一の入手可能な第5世代戦闘機がロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2であり、日本もその調達を着々と進めている。日本の F-35 ライトニング2場合、通常滑走路から運用される空軍仕様の A 型を105機、短距離離陸、垂直が可能なため、いずも片護衛艦の艦載機ともなる B 型を42機調達する形で、その計画と配備が予定されている。この日本の F-35 ライトニング2の合計147機という調達、計画の数量は、アメリカ本国を除くと対象国の中でも最多を誇り、それも手伝って批判する側からは、当時の安倍政権がアメリカに押し付けられたような言い方が絶えない。ただし、すでに日本の最大の仮想敵国となった中国は、機関部の国産化の進捗に課題を抱えていたものの、自前の第5世代戦闘機である J-20 の生産を軌道に乗せつつあり、その配備数もすでに200機を超過したことが確実視されている。戦闘機の場合、特に従来までの第4世代機と第5世代機とでは、搭載するレーダーセンサ等のアビオニクス類による目標探知能力や、そもそも機体そのものの高度なステルス性能から、単から勝負にならないと言われている。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、ロシア、ウクライナともが保有する第4世代機は、敵の持つ防空ミサイルによる迎撃を恐れて、積極的な攻撃参加は見られず、先の前提の正しさを雄弁に語っているようにも見える。ちなみに、ロシアも SU-57 という第5世代機を、わずかに配備はしているが、撃墜を警戒してか、ほとんど投入されておらず、また、同機は、現状では76機を調達する計画と規模は少なく、 NATO 加盟国に対する航空優勢の確保は困難だろう。さて、 F-35 ライトニング2に話を戻せば、本国たるアメリカは空軍が A 型を1763機、海軍が航空母艦用の C 型を273機、海兵隊が B 型を353機、および C 型67機と、総合計で、実に2400機以上もの大量配備を実施しようとしている。こうしたアメリカにおける F-35 ライトニング2の調達予定数は、世界初の第5世代機として、同じロッキード・マーチン社が手掛けた F-22 ラプターの200機弱という配備数と比すれば、まさに雲泥の差と言っても差し支えない気がする。F-22 ラプターは、旧ソ連崩壊前、つまり、米ソの冷戦時代の末期に開発が始められたことから、最高の星空戦闘力を獲得するための機動性と、高度なステルス性能を実現した機体で、未だ、最強の星空戦闘機との呼び声も高い。しかし、米ソ冷戦の終結に伴い、そこまで高性能で高価格な戦闘機を装備する必然性をアメリカは失い、結果、大幅に調達数は減少させられることとなり、そうした意味においては、時代の要請に翻弄された機体かもしれない。こうした F-22 ラプターが辿った経緯と異なり、今のアメリカは F-35 ライトニング2を A、B、C の3タイプ用意し、空軍、海軍、海兵隊ともに主力戦闘機として大量配備する方針を選択、今の状況が生み出されている。F-35 ライトニング2は、
F-22 ラプターには劣るとされてはいるが、非常に優れた機体そのものへのステルス性を有し、単発ながら強力な機関部を持ち、音速を超える巡航が可能で、戦車類の探知能力も高いとされてきた。これらの機体自体の要素に加えて、F-35 ライトニングには、友軍とのデータリンクにより、新たに航空システムの一部として機能させる点が特徴となり、従来の戦闘機の枠を超えた機体として、高い評価を獲得している。F-35 ライトニングには、その機関部に、プラット&ホイットニー社製のターボファンエンジンである F-135 を搭載しているが、これは、総発の F-22 ラプターが搭載していた F-119 を、土台として、出力の強化を行ったものである。前述したように、この F-135 エンジンによって、F-35 ライトニングには、音速を超える巡航性能を持つことを基とされていたが、最も軽い A 型も、機体の強度を高めるために、重量の増加に直面し、実際には、それは不可能とめされている。製造元であるロッキード・マーチン社自体も、かつては、第5世代戦闘機を構成する要素の一つに、超音速巡航を挙げていたが、このため、その主張は、近年では取り下げており、いわゆる第5世代機の定義にも影響を及ぼしている。また、F-35 ライトニングには、2023年3月時点においても、ブロック4と呼称される新バージョンへのアップグレードを行う途上にあり、兵装面やアビオニクス類の強化と並行して、機関部の換装についても、検討が行われている。F-35 ライトニング2のブロック4で想定される機能を滞りなく実現させるためには、現行の機関部の F-135 では、発生可能な電力や冷却能力の不足が懸念されており、さらに、同機の燃費の改善もアメリカ軍は必要としている。これは、機体そのもののステルス性を高めるため、F-35 ライトニング2では、搭載する燃料タンクの仕様変更等は困難であるが、台湾有事等の正規の可能性を考慮した場合には、現行の同機では、航続距離が短いことが指摘されている。そこで、F-35 ライトニング2の機関部については、現行の F-135 を改良した F-135EEP エンジンへ換装する案と、NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンス向けに、新開発が進められている新型エンジンに換装する案が浮上した。NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンス向けの新型エンジンとしては、現行のプラット&ホイットニー社製の XA-101 と、ゼネラルエレクトリック社製の XA-100 という2つのアダプティブエンジンが開発されている。ゼネラルエレクトリック社製のアダプティブエンジンである、XA-100 は F-35 ライトニング 2A 型に搭載すれば、航続距離は元の F-135 に比しておよそ3割は延伸可能だと同社は述べており、プラット&ホイットニー社の牙城に食い込もうと必死だ。ゼネラルエレクトリック社製の XA-100 にせよ、プラット&ホイットニー社製の XA-101 にせよ、現行の F-135 と同様の大きさで設計されているため、A 型限らず、すべての F-35 ライトニング2に搭載することもちろん、物理的には問題はない。しかし、C 型の場合には航空母艦艦載機であるため、艦艇側の設備を、その維持、管理に対応させる必要が生じ、また、B 型の場合には、機体そのものへの一部改修が必要となるなど、そのハードルは、決して低くはない。さらに言えば、台湾有事等を想定した場合に、現行の F-35 ライトニング2の F-135 では、航続距離に不安があるという点は、海軍の C 型や、海兵隊の B 型にこそ、最も問題とされる部分であり、
比較的乾燥が容易と思われる A 型より深刻である。現在の F-35 ライトニング2において、機関部の供給を独占しているプラット&ホイットニー社は、その立場を堅持する目的もあり、F-135EEP エンジンへ換装することで、航続距離や冷却能力も、過不足なく対応が可能だと説明している。最終的には、F-35 ライトニング2におけるエンジンの換装の問題は、予算を決定するアメリカ議会の選択に委ねられることになるわけだが、安定供給と競争の原理の追求という立場からは、アダプティブエンジンを押す声も聞こえている。一方で、大量の F-35 ライトニング 2A 型を保有するアメリカ空軍では、両方の賛成者がいる反面、若干、F-135EEP エンジンへの換装を支持する側の勢力が上回るとの見方が、大勢を占めており、プラット&ホイットニー社に、軍配が上がる可能性が高いと目されている。まあ、アダプティブエンジンは、そもそも、アメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンス用に開発が進められてきた経緯があるので、他国の F-35 ライトニング2に搭載する利点は、同国にしてみればほとんどないだろう。